これは少ねえわ。どうも、新入社員です。5月も半ばとなりますが、やっと4月の食費がまとめられたので、動画に撮っていきたいと思います。緊急事態宣言から動画を撮り始めて、買い出しの動画が大体5回だったかな。撮影してきたんですけれども、実際は4月の3日、頭の方から、計8回ほど買い物をしてたので、その内訳も含めてちょっと話していきたいなと思います。でちなみに、食費は基本全部計上しておりまして、外食費は別で計上しております。例えばラーメン食べに行ったとか、そういうのは、計上してません。というよりも、金がなくて外食は行けてないですね。一回も外食でお金は払ってないです。結構純粋な食費の計算ができたんじゃないかなと思っております。じゃあまずですね、4月の3日の買い物がありまして、これが684円ですね。普通にスーパーで、食品を買いました。これがバイト先で食べるお昼ご飯ですね。主に冷凍食品のパスタであったり、麺類とか、あとはカップ麺みたいな、そういうのを買いました。まとめて買ったんで684円っていう感じですね。3日分とか4日分とか、そんぐらい買った印象です。で、次が7日ですね。買い出し1日目のものになります。買い出し1日目の動画がこれに当たりますね。1748円でしたね、この時の買い物は。声優で買ったんですけれども、基本的には、玉ねぎだったり豚肉だったり、あとは、カップ麺とか、あとはカレー、レトルトカレーとか、卵、こういうところですね。簡単に食べられるものであったり、普通に、夕飯用の食材っていう感じで買いましたね。やっぱり必ず卵は買ってるっていう印象ですかね。あとは調味料でマヨネーズを買ってますね。そう、調味料も一応食費として計上しておりますので、純粋にこの買い出しで買ったお金っていうのをね、計算してるので、当然なんですけれども、そういう感じです。飲み物も一応含めてます。で、次が4月の11日、2057円の買い物です。これは2回目の買い出し動画のものにですね。で、この時はお酒だったり、カップ麺とか、あと油も買ってますね。に、卵。あとは、砂糖も買ってんな。それに、あと、パスタ 500g ですね。こういうのを買ってます。あと、鶏肉も買ってますね。鶏肉はまとめて買ってるんで、結構それが830円だったんで、食費の半分くらいを占めてるなっていう印象ですかね。で、次。これが4月の14日、2781円の買い物ですね。これが3日目の買い、あ、3日目じゃない。これが3回目の買い出し動画のものになります。結構これ食費がかさんだんですけれども、今回はお米を買ったので、それが結構占めてますね。1580円のものを買ってます。に、で、毎回卵を買ってますね。それにカップ麺だったり、加工品のハンバーグとか。あと、この時、醤油買ってますね。何気、先月は調味料を買うことが多くて、ちょっとこれがないと1000円、2000円くらい多分下がると思いますよ、食費。という感じでした。2781円は高いね。で、次。4月の18日は706円。これはまたバイト先の昼飯をまとめて買った時ですね。これね、申し訳ないのが、レシート取っといてないんですよね。なんでこれはクレジットカードの履歴をもとに出してるんですけれども、この金額はまた、冷凍パスタですとか、カップ麺を買った印象です。今月は結構冷凍食品系買うことが多くて、
税込みで200円以下にそういう冷凍食品は収められるんで、結構安くて、まあ美味しくて量もあって、結構満足感は高いと思います。はい。で次が4月19日の、買い物、1703円ですね。これは4回目の買い出し動画のものとなりまして、ハンバーグだったり、あと焼きそばとか、まあ、お酒も今回買ってますね。でパスタ 500g だったり、玉ねぎ、味の素とかも買ってるんですかね。調味料もまた買ってます。はい。まあいつもとそんな変わらずって感じですかね、これも。まあ詳しくはその4回目の買い出し動画をちょっと見ていただければと思うんですけれども、こういう買い出しで基本的には1700円とか1800円とかそのくらいで食費は納められてますね。で次が4月の24日、1437円。これもバイトの昼飯用に買ったやつですね。こんだけ買ったのなんだろうって思ったんですけど、多分まとめてすごい何日分もまとめて買ったのかな、パスタとか冷凍食品をだったと思います。で最後の買い物、4月の28日1809円ですね。これが5回目の買い出し動画のものです。この時は、まあ、豆苗だったりカップ麺、あとはお肉とか卵、それに、まあ、ハンバーグの加工品であったり、トマトとか買ってるのかな、とかやっぱりパスタとかそういうのも買ってますね。でいろいろ含めて1809円となってます。はい。でこれで全ての食費が出たわけですよ。合計がですね、税込み価格で 12,925 円と 13,000 を切りました。まあ、結構計算してみるとこんな感じなんだ、いつもの買い物ってと思って改めてなんか新鮮な感じがします。特に今までって計算してなかったので割と抑えられてますよね。まあ、それだけ俺の生活レベルが低いんですけど、意識してないでこれをできるって結構すごいと思ってますよ、内心俺はね。なんで次は11,000円ぐらい、今月は11,000円ぐらい切りたいですね。2,000円落とすのは結構厳しいかもしれないですけどね。まあ、やってみたいと思います。もう半分しかないですけどね。あの今月も、はい。買い出しのポイントとしては、自分はあのタンパク質的なものだったりカロリーがちょっと高めのものっていうのを多めに摂るようにしてます。で基本的には野菜でかさ増しっていうのは基本やってないですかね。野菜は本当にちょこっとみたいな感じで、まあ本当は食べた方がいいんでしょうけど、まあ野菜も一応ね、取るには取ってるんですけど、まあそこまで多くは取ってないですよね。俺のあの料理動画とか見ていただけるとわかるんですけれども、まあそういう感じですね。なので基本的にはこういうマルチビタミンとか、こういう亜鉛っていう、まあそこまで普段食べてる食事で取れない部分をこういうので補ってます。これは食費としては計上してないです。で両方とも600円700円ぐらいですかね。はい。こういうのを飲んでます。でこういう節約をするにあたって、まあまあまあもともとお金がないからこういう生活にはなっちゃってるんですけれども、YouTube の動画とか見ると、2人暮らしで、まあ、あの夫婦の2人暮らしで15,000円で生活してる人とかいて、まあ、正直ビビってますね。2人で15,000円ってことは、まあ、俺なんかもうちょっと食費下げられるんじゃねえかって話ですよね。でもよく考えてください。俺20代なんですけど、食欲マジで舐めちゃいかんなと思って、結構食べるね、結構ね食べないと満足感ないんで、やっぱりそういうことを考えると、まあこの食費っていうのは割と妥当なのかなって思ってます。はい。まあでも参考にしていきたいですね、あれは。
今回こういう動画を撮るにあたってミスったのが、どんな食事撮ってんのかって話ですよね。どんなご飯普段食べてんのかっていうのを写真で記録すればよかったんですけど、まあ、できなかったのがちょっと悔やまれますね。今月はやろうと思います。まあ今更感ですけどね、もう半ばに差し掛かってるので、今月の後半はなるべくそういう動画というか写真として記録できたらなと思います。はい、僕が出してる料理動画の食費っていうのは基本的にはあれもまとめてこれと一緒に計上してますので、ああいう食事を撮ってると思ってもらえればいいかなと思います。プラス加工品のハンバーグだったりを普段食べてます。ハンバーグに、野菜、キャベツをみじん切りにしたものを乗せて、目玉焼きを乗せてとか、そういう感じで食べてますかね。あとは焼きそば飯とかそういうもの、最近やってないな、全然買ってないですよね、という感じですね。ちょっと来月の食費のまとめではそういうのもやって写真撮っていければと思いますね。はい、で最後になんですけど、うち冷凍庫がないので、正直冷凍庫あるともうちょっと食費というかまとめ買いをして保存も効くので、食費抑えられたりするんじゃねえかなと個人的には思ってますけど、どうなんですかね。例えば業務スーパーとか安いお肉屋さんでまとめてお肉を買って冷凍しとけば結構持つじゃないですか。とかそういうの考えるとね、ちょっと冷凍庫買うのもありかなって思ったりします。もともと金がねえんで、それ買うよ、そっちに買う予算が回せないっていうのもありますけど、一応ねこういう10万円貯金みたいなして、500円玉と5000円がお釣りできたらここに強制送還されるって感じでお金貯まってるんで、なんでこのお金でもうすでに多分冷蔵庫と冷凍庫の機能ついたものは買えたりはするんですけど、一応満タンにしてから開けたいんで、ちょっとねやってませんね。なんかすぐにパッと買えたらいいんだけどね、なんかね買えないんだよね、ギリギリで生活してるんで。まあそんなこんなですかね。改めまして合計が 12,925 円税込みの価格となってますね、今月の食費は。はい、ということで来月も頑張りますので、よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。多分ここにねチャンネル登録となんか動画リストだったり、なんかこの下の辺に動画が出るので、そちらも合わせてご視聴いただければと思います。あと下の概要欄ですね、俺の使ってる料理道具だったり、まあいろんなリンクあるんで、よかったらそういうのも見ていただけるといいかなと思いますので、よろしくお願いします。では新入社員でした、ありがとうございます。